アメリカのトランプ大統領は、16日にホワイトハウスで開いた閣議で、中国との通商協議の長期化を示唆する一方、追加制裁の発動をちらつかせ、中国に情報を迫りました。トランプ大統領は中国との通商協議について、交渉が決着するまで先は長いと述べ、 協議が長期化するとの見方を示しましたその上で協議が不調に終わった場合中国からの輸入品3000億ドル分への制裁関税第4弾の発動を検討する構えを示し中国側に改めて情報を迫りました一方アメリカのブルームバーグ通信はライトハイザー通商代表とムニューシン財務長官が 今週、中国の劉閣副首相と電話会談する予定だと伝えました。電話会談で進展があれば、ムニュシン財務長官が中国を訪れて交渉する方針だということです。